金平梅。旦那様、いらしてくださいませ。正門家の当主正門慶とその第五夫人範金蓮、同氏に命じられた禁欲生活が終わった途端、昼夜を問わずむつみ合う始末。何がおかしいんだ？だって旦那様、こうしていつもより激しく求められるのも、禁欲生活をさせてくださった同氏様のおかげ、ひいてはその同氏様を使わせてくださった関与様のおかげですわ。ああ、そうだな、金蓮。旦那様はご存じないけど、禁欲生活を強いられていた間、いろいろあったのよ。まず同氏に烈情を抱かれて、修行と称して二人きりにされ、危うく殺されそうになったわ。でもその危機を救ってくれたのは、風という女性。彼女は女中頭で身重の玉将さんの代理候補として正門家にやってきた。私は救ってくれたお礼に、何人かの候補の中で風さんを推すと約束した。これでもし頭の良い彼女が私の味方になってくれたら、こんなに心強いことはないわ。お取り込み中失礼します。不粋ね、春梅。申し訳ありません。でも関与様がいらして、旦那様にお目にかかりたいと。関与様が？それは行かねばなるまい。関与様なら仕方ありませんわ。すまんな、金蓮。噂をすれば嫌な奴がやってきたわ。定型所から来る男は厄介な話を持ってくるのが正門家の相場だけど、一体今度は何をしに来たのかしら。同氏様の厳しい禁欲生活を旦那様のためにと耐えてきたのに、なぜ旦那様は私のところにいらしてくださらないの？平次様。その通りです、平次様。宝泉。なんておかわいそうな平次様。宝泉、あなたは私が聖火で嫁ぐまでそばにいてくれた姉や、そのあなたにまたこんな風に慰めてもらえるなんて。この再会はすべて平次様の苦毒の賜物ですわ。私が正門家に女中頭の代理になりたくて来たのも、そこでこうして平次様に再会できたのも、みんなみんな平次様の徳のなせる技。宝泉。宝泉、あなたなら私の苦しい胸の内を分かってくれるわね。もちろんです、平次様。あなた、ゲーシュンさんと言ったわね。はい。平次様のおそばにいるくせにこの役立たず。旦那様がいらっしゃらなくて、平次様がこんなにお嘆きなのに、あなたは何もして差し上げないのね。平次様のために旦那様を連れてくるくらいのことしなさいよ。まったく情けない。もういいわ、宝泉。平次様、なんと情け深い。私は何としても女中頭になり、平次様をお守りしとうございます。宝泉、あなたはきっと女中頭に選ばれるわ。玉将さん、お加減はいかが？あら、ゲーシュン。まあ、ウーさんもいらしてたんですね。はい。ウーさんは身重の私にと、毎日手製の薬湯を持ってきてくれるのよ。では、私はこれで。いつもありがとう、ウーさん。ウーさんは気が利く人だわ。あの人が玉将さんの代理になればいいのに。大奥様はまだお決めにならないの？ええ。金蓮様が風さんの覚えがよくて推していらっしゃるわ。ああ、金蓮様なら気に入れば熱心だからね。そのまま風さんに決まってくれればいいんだけど、実は候補の中に宝泉という女がいて、その女が平次様の姉やだったらしく、平次様に推していただこうとしきりにご機嫌取りに来るの。それなら宝泉は無理よ。どうして？平次様は以前、人の推薦の件で大奥様の信用をなくしているの。いくら平次様が推しても望みはないわ。まあ、そんなことがあったの？それに
子供を産んだら私は仕事に戻るわ。誰が決まってもあくまで代理よ。よかった、宝泉が選ばれるとは限らないわ。あんな人が女中頭になったらどんな目に遭うことか。なるほど、そういうことだったの。あんなに平次様のご機嫌をとっているのに少しも大奥様に押してくれないのは、そんな理由があったのね。どんだ計算違いだったわ。それに玉将は仕事に戻るつもりね。私は生涯の安泰のためにここに来たのよ。代理のつもりはないわ。宝泉、大奥様、旦那様のところに関与様がいらしているの。寒いからそろそろお酒を運んで差し上げて。はい、わかりました。いや、私が優れた同志を呼んだおかげで正門家は安泰。喜ばしいことだな。はい、ありがとうございました。そこでな、今度は私の方で頼みがあるんだが。関与様が私にですか？何なりとお申し付けください。実は車の女を囲いたいんだが、誰かいい娘を見つけてはくれんか。できれば若い娘でもちろん器量の良い方が。わかりました、お任せください。頼むよ。それとうちの細君はうるさいんで、絶対に表にバレないようにしてくれ。はい、心得ています。私も月上には頭が上がらないので。うん、そうかそうか。これはいいことを聞いたわ。何かに利用できるかもしれない。大奥様、折り入ってお願いがございます。何かしら？実は玉将さんのお体のことです。玉将の？はい、玉将さんのところに毎日薬湯を届けていて、様子を見るにどうも早産の心配がございます。早産の？はい、私は医者ではありませんが、出産には数多く立ち会ってまいりました。本人は元気そうに振る舞っていても、お体の方がついていかないようです。そこでお願いがございます。私に空いた時間に玉将さんのお世話をさせていただけないでしょうか。同じ年代の女として、玉将さんには無事に子供を産んでいただきたいのです。そういうことならお任せするわ。玉将のことお願いしますね。ありがとうございます。大奥様、風さんのこといかがですか？私が申し上げた通り、控えめですが年の功で知恵もあり情も深い女中頭には最適と存じますが、風さんの人となりは申し分ありません。ただ一つだけ気になることがあるのです。と申しますと、風さんのいた陳家のことです。あれほど名家だった陳家が、主人の寵愛をめぐる妾たちの不和で没落し耐えた。その悲惨さは町の流行り歌になったほどで、しかも陳家の立場は正門家とよく似ています。見過ごすにはあまりにも言が悪い。確かにそれは気になるところ。何とかしなくては。でも大奥様、風さんの人となりは大奥様も認めてくださいました。もし言の悪い風さんの世話で玉将さんが無事に出産を迎えられたら、災い転じて福となし、正門家にも子宝の運を運んでくれるのではないかと。なるほど、良い考えですね。ではもう少し様子を見ましょう。ありがとうございます。なんとかしのげたわ。金蓮様、私のためにあのようなお口添え、なんとお礼を申し上げてよいか。頑張ってちょうだいね。出ないと私のメンツが丸つぶれよ。はい、精一杯努めます。こうして様々な思惑が入り乱れる中、しばらくの月日が流れました。お加減はどう、玉将？これは大奥様、もったいのございます。わざわざ大奥様に足を運んでいただくなど。いいのよ、それより体の方は？はい、おかげさまで順調に臨月を迎えることができそうです。
これも全部フーさんのおかげですわ。よかったこと、これからもお願いね。はい。フーったら着実に点数を稼いでいるわね。でも私だって負けてないわよ。私だっていいネタを仕入れたんだから。よかったですね奥様、フーさんのおかげで玉将さんは順調のようです。あっそ、嬉しくないんですか？今はそれどころじゃないの。このところ旦那様が頻繁に出かけているの。この私を放って出かけるなんて、きっとまたどこかの狂わな女でもできたに違いないわ。またそうして旦那様を疑って。いいえ、あの方は疑って当然の人です。なんですって？それは本当なの？宝泉。はい、平次様、本当でございます。旦那様は狂わの渡月という娘に夢中になっていらして、それはもう水揚げをなさりそうな入れ込みようで。ひどいわ旦那様、私を放っておいて狂わの女なんて。宝泉。おかわいそうに平次様、お気を落とすことはありません。実は私に良い考えがございます。うまくいけば平次様は旦那様の寵愛を独り占めすることができますわ。